忙しい、忙しい。今日もすごく忙しくて、目が回っちゃいそうだな。お仕事がたくさん増えてきて、アイドルのみんなもいろんなことにチャレンジしてるんだよね。うん、私も負けないようにいっぱい頑張らなきゃ。って、あれ？何しようとしてたんだっけ？そうだ！プロデューサーさんを探してたんだった！あ、いたいた！よかった！プロデューサーさーん！社長さんがお呼びです。またお話ししたいことがあるそうですよ。ふんふん、それは行ってみてのお楽しみです。でも、きっといいお話だと思いますよ。はい、頑張ってくださいね。いってらっしゃーい。はあ、世間はすっかり春よね。私のところにはいつ春が来てくれるのかしら。よく来てくれたね。君に早く伝えたい話があって、年がいもなくうずうずしていたところだよ。とはいえ、おとなし君が言っていたほどかはちょっと自信がない気もするが、ない？うはん、それでは発表しよう。先日、田中琴葉くんが劇場に合流してくれたのは、君も知っての通りだが、今回は、その琴葉くんを含む5人のアイドルで、新しいユニットを結成しようと考えていてね。うん、ところめぐみくん、高坂海くん、そして大神玉木くんと宮尾美也くんだ。この5人に組んでもらうユニットの名前、それはバーニングガール。そうだ、アイドルに青春を燃やす彼女たちにぴったり二人のユニット名だと思わないかね。社長、このユニット名が随分お気に入りみたいですよ。君ならそう言ってくれると思っていたよ。さて、このバーニングガールのプロデュースだが、おほほほ、自ら引き受けてくれるとは頼もしい。では決まりだね。一つ
よろしく頼むよ。リーダーは琴葉くんに任せるのがいいだろう。どんな公演になるか楽しみにさせてもらうよ。私も楽しみです。プロデューサーさん、みんなに熱い情熱の春を届けてあげてくださいね。どういう経緯でプロデューサーになったんですか？ちょっと気になります。大事な話って何？私も気になってたまらないよ。早く教えて、早く早く。なんだろうな、やっぱり新しいお仕事のことかな。私、たくさん走るお仕事がいいな。走るの？トモキ走るの早いぞ。ウミミ、どっちが早いか競争する？お、いいね。タマキが相手なら手加減なしでいいし。それじゃあ位置についてよーい。親分、大丈夫？ごめんごめん、プロデューサー、ついじっとしてらんなくて。ほんとじっとしてるのが苦手だよね、二人とも。私はじっとしているのは得意ですよ。じー、ちょっとちょっと声出てるよ、ミヤ。っていうか、なんかセミっぽくない？セミですか？セミよりは蝶々の方が好きですね。じゃあ次は蝶々の真似をします。いきますよ。じー、変わってない変わってない。っていうかセミと同じじゃん。春になったばかりでまだ寒いですから。今はさなぎの蝶々なので動かないんですよ。お待たせしてすみません。今戻りました。おかえり。おかえりなさい、琴葉ちゃん。お仕事お疲れ様でした。いえ、早速こうしてお仕事を任せてもらえて光栄に思っています。おお、さすが院長、言うことが違うね。こりゃ私も見習わなきゃダメかな。もうからかわないでよ、めぐみ。ことはってちょっと大人の人みたい。なんかかっこいいぞね。すごいよね。私なんてしょっちゅう子供っぽいって言われてるのに。私たちで新ユニット。
当？本当に？バーニングガール、なるほど、なかなか強そうですね。どんな歌を歌うんでしょうか。たまき、かっこいいのがいい。それでね、ダンスも超かっこいいやつ。え、私がセンターでリーダー。おー、いいじゃんいいじゃん、琴葉に任せればバッチリでしょうね、琴葉。でも私に務まるかな。琴葉なら大丈夫だよ、真面目だしすっごくしっかりしてるし。そうですね、琴葉ちゃんは頼りになりますし、それにいざという時には私たちもいますからね。琴葉がリーダーなの？じゃあたまきがレッドやるから命令してね。よしょ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 、たまきはいい子だな。そういうわけでみんな琴葉がリーダーに賛成だって。めぐみ、みんな、わかりました。みんながそう言ってくれるならバーニングガールのセンターとリーダー引き受けます。はい、プロデューサー、おはようございます。はい、実は今日のレッスン内容について少し相談させてほしいことがあるんです。みんなの予定を確認したんですけど、今日は海ちゃんとめぐみが途中で抜けますよね。なので練習のメニューをこういう風に変えてみたらどうかと確認してもらえますか。いえ、そんな大したことじゃありませんけど、せっかくリーダーを任せてもらったので少しでもみんなの役に立ちたいんです。はい、ワン、ツー、シー、フォー。おー、イミヤ、ちょっとテンポ遅れちゃってるよ。おお、それは失礼しました。では頑張って急いで動きますね。とりゃあそれじゃ反復横跳びだって。ねえみんな、ちょっと早いけど休憩にしようか。え、もう休憩するの？私まだ全然疲れてないよ。海ちゃんは体力があるんだね。でもできれば5人の足並みを揃えたいし、それに疲れを意識してから休むよりこまめに休憩した方が効率が落ちなくていいらしいから。おー、琴
い、先生みたいなこと言ってる。そんなことないよ。本に書いてあったことの受け売りだし。あ、それとミヤ、さっきのところだけど、多分途中じゃなくて動き始めが一拍ずれてて。あ、なんと、そうでしたか。では少し早く入るようにしてみますね。おやぶん、トモキもう踊れるようになったよ。見て見て、私も私も行くよ。トモキ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、じゃーん。どうどう、プロデューサーすごいでしょ。うみちゃんもたまきちゃんもすごいんですよ。教えたことどんどん吸収していって。本当？たまきすごい？うん、私二人のこと尊敬は硬いかな。とってもすごいなって思ってるよ。に褒められちゃった。トモキすっごく嬉しいぞ。ことは、トモキもっともっと頑張る。だからトモキにいっぱい教えて。もちろんだよ、タマキちゃん、一緒に頑張ろうね。私もこれ以上タマキちゃんやみんなに遅れないようにもっと頑張らなくちゃ。だから、めぐみちゃん、どうかしましたか？ああ、別に大したことじゃないんだけど。はい、わかりました。いってらっしゃい、二人とも。バーニングガール楽しいな。早く本番来ないかな。海っては気が早すぎ。まだレッスン初日だよ。だってだって楽しみなんだもん。それにさ、琴葉ってすごいよね。まだレッスン始まったばっかりなのに、どの曲もほとんどバッチリだった。いつの間に覚えたんだろう。たまきは私のレッスンも見てくれるし、なんかもうすっごく頼れるお姉さんって感じでしょ。まあ琴葉は完璧だからね。さすが院長って感じかな。そりゃ友達だもん、自慢するっしょ。ずるいずるい、私も琴葉の友達になる。でもみんながこれだけやる気なんだから、バーニングガールの公演きっといいライブになるよね。うん、プロデューサー期待しててね。プロデューサー、今日のステージは絶対に成功させないとですよね。せっかく本番公演の前にこうして外で歌える貴重な機会をいただいたんですから。
皆さん、はじめまして。私たちはナムコプロの新しいアイドルユニットでバーニングガールと言います。今度ナムコプロライブシアターで私たち初めての公演が行われる予定で、おや、おかしいですね。皆さん聞こえてないんでしょうか。ねえ海に、みんな琴葉のお話聞いてないみたいだぞ。でも大丈夫、みんなちゃんと聞いてくれるはずって、琴葉？あれ、琴葉、どうしたの？ MC 続けないの？早くしないと曲始まっちゃうよ。でも、こんな雰囲気じゃ曲に入るなんて。どうしよう、なんて言えば注目してもらえるのか。わかったよ琴葉、私がみんなの視線を引きつけてみせる。あ、おみみ、みんな注目。やった、みんなこっち見てくれた。この後何も考えてない。どうしよう。はーい、皆さん注目してくれましたね。海ちゃん、これから何があるんですか。いやいや、ミア、それ聞く。私たち今から5人で歌うんでしょ。おー、そういえばそうでしたね。皆さん、私たちこれからここで歌うんですよ。う、受けた。たまきも、たまきも歌うぞ。の歌聞いていってね。なんか MC になってないけど、まあいっか、あったまったし、このまま曲いこう。ことは、うん、それでは聞いてください。バーニングガールで、はあ、ことは、何暗い顔してんの。ミニライブ大成功だったじゃん。うん、みんなが盛り上げてくれたおかげだね。やっぱりすごいな。それに引き換え、私リーダーとしてもセンターとしても全然ちゃんとできてなくて。そんなに深刻になることないって。あんなの失敗のうちに入らないよね、プロデューサー。めぐみ、プロデューサー。そうですね、今日のことちゃんと今後に生かさないと。よし、それじゃあ気分転換にアイス食べに行こう。みんなも誘ってね。うん、ありがとう、めぐみ。決まり。ねえねえみんな、この後なんだけど。足りてないものある？
買い出しなら私が行くからさ、遠慮しないで任せなよ。プロデューサー、少しお時間いただけますか？はい。今になってこんなことを言い出すのはご迷惑だろうと分かってはいるのですが、けどやっぱり大事なことだと思うのでお話しします。プロデューサー、私はバーニングガールのリーダーとセンターにはふさわしくないのではないでしょうか。はい。あの時私はお客さんたちの注意を満足に引くことができませんでした。ですからバーニングガールのためにもセンターにはもっと花のある子がいいんじゃないかと思って。いえ、私の意見は今言った通りです。後任は、めぐみがいいと思います。めぐみなら、お客さんを盛り上げるのも上手だし、リーダーとしても、みんなをまとめられるかと。やっぱり、そうですよね。よかった。それじゃあ、でも話はもう。おはよう。おりょう、プロデューサーとことはどったの？めぐみ、ちょうどよかった。今リーダーとセンターをめぐみに代わってもらおうっていう話をしてて。は？リーダーってバーニングガールの？なんで？どうして？海、私に聞かれても。あ、ことはってば、まだこの前のこと気にしてんの？だからあれはたまたま私たちのアドリブがうまくいっただけで。なんでそんなマジな顔してんの？だって本気だもの。私なんかよりバーニングガールの中心にはめぐみがふさわしいと思う。いやいや、おかしいでしょ。なんでそうなるの？私がリーダーとか絶対無理だっての。冗談にしちゃ面白くないし、あまりしつこいと怒るよ。冗談なんかでこんなこと言わないよ。私は本気。今度のバーニングガールの公演は絶対に成功させたいし、だからそのためにもアイドルとして未熟な私が目立つところにいちゃダメだと思うの。だからって急にそんなこと言われても。私だって心の準備ってものがさ。ねえ海。そうだよね。もうやだな、ことはってば。そんなこと言ってると私がセンターやっちゃうぞなんて。海ちゃんがセンター？あ、そっか、それもいいかも。え？こんな時期にセンターとリーダーを両方なんて、確かに現実的なお願いじゃなかったかもしれない。でも二人で片方ずつだけならどう？
海ちゃんならセンターに申し分ないと思うし。いやだこと、そんなこと言わないでよ。今のなし、冗談だってば。いい加減にしなよこと。私本当に怒るからね。めぐみや海ちゃんには私の気持ちはわからないよ。何でもできる二人には。はぁ、何でもって何言ってんの。ことはこそ私たちの気持ちわかってないじゃん。もういい、私帰る。あ、めぐみ。おや今めぐみちゃんとすれ違いましたけど、どうかしたんですか？なんかめぐみすっごく怖い顔してた。あのさ、ことは、バーニングガールのレッスン初日、私とめぐみだけお仕事で先に帰ったでしょ。あの時めぐみ言ってたんだよ、ことはは何でも完璧で自慢の友達なんだって。その大好きな人が自分なんかって言ってたら、私だったらちょっと悲しいかな。だって大好きな人への自分の気持ちが全然届いてないってことでしょ。そんな、私全然知らなくて、どうしよう。めぐみ、プロデューサー、わかりました。すみません、お願いします。探しに来なくてもよかったのに。私なんかよりことはの方心配しなよ。またそういう言い方する。いいけど、でも心配かけたならごめん。なんかついカッとしちゃってさ、ことはってば自分に自信がないようなことばっかり言うから。私は私、ことははことはでしょ。そりゃ私だって自信ある方じゃないけど、ことはの気持ちわからないわけじゃないんだよ。なのにこと、私にはわからないとか言うしさ。私たちみんなことはがリーダーでいいのに、全然わかってないのはそっちじゃん。バカみたいだよね。今回だって一人で抱え込んで勝手に思い詰めちゃってさ。リーダー辞めるなんてそんな必要全然ないのに。バーニングガールは5人のユニットなんだから、少しくらい周りを頼ってもいいと思わない？
これじゃあ私たち何のためにいるのかわかんないじゃん。そうだよ好きで悪い？仲間だし友達だもん。プロデューサー、プロデューサーのバカ。そういうこと言わないでよね。もう私が拗ねてるみたいで恥ずかしいじゃん。そうですよね。私たちみんな琴葉ちゃんのことが大好きですよね。トモキも琴葉大好きだぞ。優しいしお姉ちゃんみたいだし。あら、あもうみんな来ちゃったの？はい、事情は琴葉ちゃんから聞きました。めぐみちゃんのこと心配してましたよ。めぐみちゃん、私たちと一緒に戻りませんか？私なんかのためにみんな大げさだな。わざわざ迎えに来なくてもちゃんと戻ったのに。ちょっとプロデューサー何言ってんの？琴葉とめぐみどっちがすごいかってこと？そんなの私決められないよ。たまき、琴葉のこと好きだけど、めぐみも同じくらい好きだぞ。それじゃダメ？私も二人とも素敵なアイドルだと思いますよ。どっちが上かと言われると、これは困りました。どうしても決めなくてはならないのでしょうか。何で勝負すれば。いやいや、勝負とかしないから。わかったわかったよプロデューサー、私の負け。はあ、私やっぱ琴葉の気持ち全然わかってなかったのかもしれないね。琴葉なら絶対できるって言ったけどさ、一方的に期待されるのってちょっとしんどいかも。それにそんな風に特別扱いされてばっかだとなんか対等な仲間じゃないみたいだもんね。そうかも。ねえプロデューサー、もう一回琴葉と話をしてきてもいい？はい、みんなで琴葉ちゃんのところへ戻りましょうね。
なんで？玉木たち、琴葉と話しちゃダメなの？ね、分かった。とりあえず任せるよ、プロデューサー。それじゃあ私たちはここで待ってますね。プロデューサーさん、ごゆっくり。プロデューサー、あの、めぐみは、みんなはどうでした？話？何でもありません。それはさっきも言った通り、私では実力不足だと思ったからね。公演を絶対に成功させるには、めぐみや海ちゃんに交代した方が。え？それは劇場の公演ですし、失敗したらお客さんやみんなにも迷惑が。だから迷惑くらいかけたっていいじゃん。いい加減わかんないかな。あ、めぐみ。ごめんごめん、みんながどうしてもじっとしてられないって言うからさ。ことは、ことはがダンス忘れちゃったら、が助けてあげるね。たまきちゃん、ということはもしかして、琴葉が MC 忘れちゃったらまた私が喋ってあげる。大丈夫、バッチリ注目させちゃうよ。琴葉ちゃん、私たちみんな琴葉ちゃんに迷惑をかけられたいんですよ。ミア、どうして？だって、琴葉ちゃんは、私たちの面倒を、いつもたくさん見てくれますし、それに、玉木たちみんな、琴葉のこと、大好きだもん！ね、めぐみ？そう、大好きで悪い。だって琴葉、私も琴葉のこと大好きだよ。めぐみ、海ちゃん、たまきちゃん、みや、ごめんね。私もみんなのことが大好き。もうことなんてば、なんで泣いてんぞ。もうプロデューサー、何とか言ってやって。プロデューサー、ありがとうございます。
少し肩の力が抜けました。改めてお願いします、プロデューサー。私にバーニングガールのリーダーとセンターをやらせてください。まだまだアイドルとしては未熟ですけど、この5人でならきっとやりきれると思います。はい、やったー、バーニングガール復活。ことはちゃん、これからも末永くよろしくお願いします。ありがとう、みんな。私、バーニングガールのメンバーでみんなとユニットを組めて本当によかった。そういうの気が早いってことは、本番はまだこれからなんだからさ。お、そっか、そうだね。みんなの気持ちが一つになったところで掛け声いくよ。ことは、温度取ってほらほら。おう、それじゃあバーニングガール